質問あんだけどさ、俺答えれる？多分答えられないと思う。ダメじゃん。ダメだよ、ゴルフに詳しい人じゃないと答えられない俺詳しくないみたいでYouTube 見てて、うん、なんか球を捕まえるみたいなのが結構多いんだよね、うん、で俺やんないから分かんないんだけど、そんなに捕まえたいの？なんなの、カブトムシなの？夏休みだし。そう、うんとね、俺それめちゃくちゃ反論するよ。やばい、今ここで炎上するから。炎上する、うん、平井博明のワンナップゴルフ。捕まえたいでしょ、うん、世の中の何動画がそうやって言ってんの？なんか捕まえるとかあんじゃん、よくタイトルで、うんうんうん、捕まえたいんでしょ。捕まえたい。やってる理論全部捕まんない理論だからねいや、それは俺はふざけてると思うよ。あ、そう、登録じゃなくてね。あ、うん、どうぞ。俺何言ってんのと思っちゃう。あ、そう、うん、いや、それは嘘でしょってそれは嘘でしょって感じ。寝言は家って感じあ、そう、うん、あ、そうなんだ。そうよ、そうよ、そうよ。平井がやってるのは全部捕まることよ。あ、そうなの？そうよ。で、散々反論食らってるわけでしょ散々っていうかね、うん、ってことをさ、捕まんないことをやってるのに捕まえたいって、何、どっちなのって。あ、なっちゃうわけ。なっちゃう。あ、じゃあタイトルに全部捕まえるって入れたらちょっと倍ぐらいになっちゃうかもしれない。今日から平井は捕まりますよ。あ、そう、捕まえられますよ平井理論。そっちじゃないです、こっちじゃないです捕まえるって。捕まえるってどういうことなの？要は、うん、単純に言うよ、うん、これが捕まってんのね。捕まってんだ。こう、あ、ガバッと連行する。そうお前行けよ、逃がしてあげる、うん、右こうやって、これがこう捕まらないなるほど、逃がしてる、逃がしてる。捕まえるっていうのは、うん、結局ストレートも捕まえてるのね。あ、逃げるっていうのは右だけ、はいはいはい、ストレートから左っていうのは全部捕まってる、うんうん、捕まんないとストレートも打てない。え、じゃあフェードとかも捕まえてるんだ。あ、いいね、いいね。だって左に出して戻ってくるでしょ。来週から本当トーク変わるそう、そういうこと。そういうことだよね。そう、出玉から右に出たまっすぐスライスっていうのは全部逃がしてるの、うんうんうん。トール君言ったようにフェード、完璧なフェード、完璧なスライスって、うんうん、ターゲット内でマイナスに出るでしょ。 だから捕まってる、ね、そう。え、じゃあ捕まえない球ってないんだ、打とうとして。ナイスボールの中に一発もないから。あ、そうなんだ。わざと逃がすことはあるけど、そう、それは結局、うん、ターゲットラインがここにあるでしょ、うんうんうん、で、オープンスタンスにするでしょ、うんうん、で、緩めてプッシュアウトを打つ、こうやって。それは逃がし玉、逃げ玉。わざとそこに逃げ玉っていうか、そう、逃がしてる、うん、あれはでも多分グリーン狙うショットではやらないと思う。例えばロングのセカンド刻むとか、うん、なんかちょっと林から出すとか、うん、なんかちょっとしたことだと思うよ、うん、捕まる球っていうのは、うん、イメージドロー系っていう感じなんだけど、するする、ね、うん、ナイスボールがついちゃったら、うん、もう全部捕まってる、うん、捕まってなかったら要はミスだからね、うん、あ、だからみんな捕まえたいんだ、うん、なんて言うんだろう、ナイスショットを全部打ちたいってことでしょ、うん、言い換えれば、うん、俺の勝手なイメージだよ、うん、レッスンに来た方でやってる内容で、捕まるなっていう内容の理論ってないからね、うんうん、捕まらないだろうなっていうことをやってる方が多い。ということは、その世の中にある理論って、プロが捕まりすぎちゃってるから、うん、ちょっと逃がすための理論。そう、プロは結局球持ち長くするの嫌がるからね。あ、そうなの？そう、捕まりすぎが嫌なの。あ、嫌なんだ。え、なんで？左嫌がるからね。あ、やっぱ捕まりすぎちゃうと左行っちゃうから。捕まえられるから。いつでも？いつでも。じゃあ素振りなしで一発捕まえるよ、うん、一発で捕まるでしょ。めっちゃドロー、うん、そう、あんなのは、うん、歯磨く方が大変だから腕疲れちゃう。そう、歯磨く方がね。そう、あんな一発でいいじゃん、うん、シャカっていいじゃん、うん、そう、あんな球捕まえるのなんてもうめっちゃ簡単だから。あ、そう、だから俺電動使って疲れちゃうから俺も買おうそう、だから
あれ打てるって。あ、そういうことね。そう、一発素振りなしでしょ今、うんうん、あ、素振りなしで捕まえられたら、うん、俺はすげえなと思う。あ、結構大変なんだ。プロはすごくないんだけど、あ、うんうんうん、したらコメントいいですよあ、してきても、うん、あの反対意見の一球目から捕まえられるんだって、ね、うん、確かに、うん、ナイスボールでだよ。あ、そうだそうだ。まあまあいいんですけど、うん、そんなね、うん、そう、フェイスに乗せるに近いの。フェイスに乗ったら球は捕まるから、うん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 、でも球持ち長くしたくないの。でもサンドウィッチは球持ち長くしたいの。スピン効かしたいからそれをコントロールしてるのがプロゴルファーなの。え、それなんでプロはさ捕まえられるの。練習、フェイスの向きが分かるから。あ、やっぱそこなの。そう、あ、そっか、ちょっとでも外側に開いてたら逃げちゃうわけだ、ボールが、うん、と左が世界中どこでもセーフだったらプロは右 OB 多分打たないから、うん、あ、そういうこと。左に行きすぎるのが嫌で右に OB を打つからね。もうとりあえず左にチーピンフック何でもいいけど、うんうんうん、右に曲がらなきゃ左は一生セーフだよって世界のゴルフ場が全部そうだったら、うん、プロゴルファーは絶対 OB 打たないから、うん、そっち気にするから逆になっちゃうわけね。右も出るからね。それぐらいコントロールできるのね、プロって。 それはフェースの向きもね。そう、そういうこと。だからいつでも捕まえられるし逃がせるし、そうそうそう、構成ができるんだ。そう、なんならバックスイングゆっくり取って、うん、ダウンスイングの時にトール君が右左って言ってここで調整できるから。嘘でしょ一球やってみる。上げた瞬間に言ってみて、うん、右左って、うん、左、もう一球行くか、うん、左、どうもされなかったね。もうちょいギリギリでもいいよ。嘘、右ね、絶対できるから。へえ、ここで調整するからね、右左って。そうなの。そう、この向きだけだから。そうなの。そう、絶対できるから。3時間でもできるでそんぐらい感じてんだ。そう、そんぐらい感じて、今の証拠でしょ。そうだね。ここでフェースがどこを向いてるかが分かるから戻せる。そうなんだ。そう、え、でもその切り返しの瞬間にナイスか何かも全部分かってる。分かる分かる。でそれにその角度加えてんだ。そうよ。やっぱやばいっす。いや、やばいって。プロってつくスポーツってそうだよね、何でもね。そうそうだね。そう、そういうことですか。次まっすぐ入れてみて。あ、じゃあ分かっちゃうね、それ。じゃあ入れちゃうかもしれないあ、ダメだな。そう、で要はまっすぐ左右っていうのが、うんうん、ここで登録が言ってもできる、うん、3つできるから。うーん、それぐらいのレベルになると、うん、70代出るそうだねそれはそうだよね、その調整で。そうだよね、そうだよね。一昨日ちなみにコース行って、うん、7バーディーだった。へえ、すごい。36インチのパターが絶好調でした。え、どのパターそれ。あんま言えないんだよ。あ、言えないですか。お手伝いでした。え、それ言えるじゃん。いろいろ理由があって。あ、いろいろ理由があった。お手伝いだった36インチの、グリップこんな長いやつ。へ、あれ入ったな。めっちゃよかったわ。ロングパッド、ミドルパッド、ショートパッド全部入った。球を捕まえるって、うん、あの絶対プロはやることだし、うんうん、ただ本当よく言うと捕まりすぎをすごく嫌がるんでね、うんうん、そうだから逃がす一歩手前まで捕まえないんだよね、うん、なんかそんなニュアンスなんだよね。でもやっぱあれなので、普通に打ってると捕まりすぎちゃうことはあるんだけど。あるある。意識してないと、うん、あ、左っちょんだ。やりすぎたって絶対。そうすると、うん、結局150ヤードのピン狙ってたとしてもピンからドローがきつくなっちゃって、うん、スリーピン左に乗っちゃったりとか。そう、そういう球が出る。プロのミスってそういう感じなんだ。そう、だからただ捕まえるとか、ただフェースに乗る球を打たないのね。捕まえるんだったらちゃんと捕まえて右から捕まえる。あ、まあ狙ってね。そう、逃がすんだったら左から逃がす。あ、そうか、だからまっすぐ打たないんだ。そう、楽だから、そっちの方が。そっか、分かってりゃ そっちの方向に打てばいいけど、捕まりすぎちゃうかもしれないし逃げちゃうかもしれないから、真ん中だと。そう、一番怖い。だからストレートで捕まえるっていうのが一番怖い。
どっちでか分かんない。そっか。けどもう思いっきり捕まえるんだったら捕まえちゃって曲げちゃう。そうそうそう、の方が楽だからね。あの片方消せるから。そっか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 、そうだね、うん、だから振られてるピンにストレートって一番怖いからね。どっちかもう崖っていうかダメじゃん。あ、うん、だったら広い方をうまく使って何かをしてあげた方がいい。そういう意味であれか、プロは全部曲げるんだ。そう、あ、これマネジメントの動画じゃないからダメだったそうだねそう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 だね、ダメだったね。そう、でもそういう感じ。そうなの、うん、じゃあ捕まえたければワンナップに来ればいいんだ。ただね、捕まえ方になるよね、今度ね、動画がね、多分え、捕まえ方あるの？ありますよ。これ長いんだ。分けよっかじゃん。捕まえ方って、うん、こうやって上げるでしょ、うん、こっから、うん、コック入れてたら、うん、捕まえられないからね、あんまり。え、そうなの、うん、捕まえられるんだよ、捕まえられるんだけど、うん、ノーコックの方が捕まるからね。え、じゃあコック入れる人は縦にこうやってねじれた方がいい、うん、へえ、あ、そっか、それで向きを変えるんだ。そう、これでねじったら手首が曲がるでしょ。そうしたら要は捕まりすぎですよって俺さっき言ったじゃん、うんうん、怖い、それが出る、うん。そう、でもノーコックでこうやってやったらねじるだけでしょ、うんうん、だからフェースがこう捕まりすぎない。そう、ここで要は前傾の角度にこうなってたらいいわけよ、うん、これがこういう前傾に対してこうやって使うと捕まんない、うんうん、だからこうやってできるかどうか、こうやって結構なんかあれだね、クラブ起こす動きに似てるっつうか。そうなんですよ。そう、これはね、ちょっとサロンであの志村けんさん動画でやったそうだよね、そうやつです。そうだよね、そう、あ、そうなんだ。そう、全部つながるんだ、やっぱりつながる。だからレッスンに来ていただけたら、うん、捕まえる動きはやります。へ、こういう動きね。それすごいね、やっぱ全部つながんだな、なんとかアップゴルフは、ね、そう、意外とね、一周できんの意外とねそう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 、そう、だからちゃんとこうやって使えて、うん、こうやってやってあげたら捕まるわけ。こうやって、うんうんうん、こうやってね、で、このまんま前に出してあげたら球が勝手に捕まる。え、それオートインパクトゼロじゃん。オートインパクトゼロドローね。まあ捕まるんだ。捕まる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 。なるほど。ちゃんと言ってんだね、じゃあ。そうですよ。こうやってちょっとマネージン内でそのまま帰ってきたら、うん、まあ変な話です。まあストレート。だけどちょっとかぶせるとドローが出る。それをプロなんかは体の開き具合で、うん、要は抜くかどうかを、要は逃がすかどうかを決めてる。それがめちゃくちゃ大事。勉強になりました。大丈夫ですか、うん、よかった、答えられて。本当だよ本当だよね、本当、あの本当にアドリブがきついんでね、僕もドキドキしてるんですけども、うん、まあ今回も無事あのクリアとさせていただきます自己満です、本当に、うん、球を捕まえるというのはあのナイスショット全てのことを言います。捕まってないっていうのは本当にちょっと逃げ球っていうか距離が落ちる球のことを言うので、できれば全ボール球を捕まえてあげる動きっていうのをあの入れてあげた方がいいですね、はい、じゃあ気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。